無題芥川龍之介私は今日の講演会に出るつもりでいましたが、腹を壊しているために出られません。元来、講演というものは、肉体労働に近いものですから、腹に力のないときにはできないのです。甚だ微妙なお話ですが、第一、下痢をするときには、なんだかサメの卵か何かを産み落としているように感じるのです。 それだけでもうがっかりします。おまけに胃袋までクジラのように時々潮を吐き出すのです。そこで友人、佐々木猛作君にこの文章を読んでもらうことにしました。もちろん佐々木君は読むだけではなく、佐々木君自身の講演もされることと信じています。もし万一されなかったとすれば、どうか足を踏み鳴らして、争奪になってお騒ぎください。右 とりあえずご挨拶まで。大正15年6月。